去年の残り物ラスト12月シーズンの結果発表はツアーエリート2位の、9594ポイントで4109位でした。まあ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 最近がね結構ちょっとヘッドホンの音がでかかった。最近結構ねダイヤモンドで終わることが多かったので、それは良かったですね。ああ、なんかウィークリートーナメント映ってる。つい、実際画面行きましょう。はい、ということでね、先ほど録画画面を演出だけ録画しててね、で、今はね、またね、現在の時間に戻ってきたんですけども、始まりました。よろしくお願いします。12月シーズン終了しました。おっつ。まあ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 でしょう。まあが多かったけども、まあまあまあでしょう。ちょっとツアーやりながらおしゃべりしましょうか。はい。12月シーズン。無事に、夫をエレノアでやってる。エレノア、ここは黒かで行くか。よいしょ。エレノア。どうでしたかね。まあ、この12月シーズンはね、結構早めに、12月10日ぐらいの段階でもうダイヤモンドまで到達できてたので、結構ね、余裕を持ってはいたんですけども、結局、後半ほぼやってなくて。結果、全然伸びてなかったっていう感じで、毎回同じ意味なんですけど、もうね、でもね、しゃあない。12月ね、忙しかったんですよ、正直ね。12月の中旬から後半にかけてね、どちゃくそ忙しくて、もう動画撮るだけ、このゲームをやるの正直、動画撮るだけで精一杯だったんで、まあ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 、許してくれやいっていう感じです。はい。頑張ります。ただね、今月も、別に、忙しいので、変わらずね、忙しいので、まあまあ、投稿、また、順位的には同じぐらいになっちゃうのかな、とは思っておりますけども。まあまあ、なるべく、やれるようにはしていきたいと思います。なんかさ、このカバーをさ、最近買い直してさ、最近ってか今日ね、昨日アマゾン、昨日の深夜夜にアマゾンでね、この iPad をずっと僕が今ずっと使ってる iPad mini、結構前の世代のね iPad mini を僕ずっと使ってるんですけど、これのね、ケース、カバーと、プラスあれですね、フィルム、保護フィルム、たちがですね、めっちゃボロボロでして、特にケースがまずめちゃくちゃボロボロだったんで、マジでもう、ビランビランでもうバキバキに割れたんで買い直して、それはね、今日届いたんで、はい。昨日の夜に注文して、もうね、今日のお昼過ぎに届いたんで、やったーって感じで。で、もう一つが、まあ、保護フィルムかな。カバーと保護フィルム。で、その保護フィルムに関しましては、明日来るのかな。明日来るとは思うのでね、まあ明日、ウキウキ気分でつけようかなと思っているんですけども、もうね、保護フィルムがえぐい。バッキバキに割れててね。なんかの時に多分ね、パーンってやっちゃったような画面がバキバキなんですよね。まあまあ、実際の画面じゃなくて保護フィルムがバキバキなんで、まあまあまあ問題ない。画面上は問題ないのでいいんですけど、それをね、ちょっと注文したんで、まあこの iPad もね、いつまで使えるかわからんけど、まあ使えるところまではなんとか使い古したいんで、ね、まあ、別にガタは来てるわけじゃないけど、たまにちょっとカクつく、たまに重くなるけど、まあまあまあ、現状そんな問題なくね、これね、映ってるでしょ？普通にちゃんとゲームできてるので、まあまあゴルフぐらいの、これぐらいのゲームであれば全然 iPad mini でも十分な性能で遊べるとは思うので、まあまあいいかなと思ってるし、まあ変に変えたら変えたらで配置も変えなあかんし、まあ、サイズも変わったらうんぬんかんぬんやしね、ちょっとめんどくさいかなと思うんで、まあまあこのままでいいかなっていう感じでいます。はい。まあ、正直買いたいよな。ただ iPad mini に慣れたから、急に iPad 大きいの怖いよね。Air とかは絶対使いにくいし、通常 iPad はね、性能がわかんないんで、まあまあ、なんか、それこそまた iPad mini が出たらね、次の世代の iPad mini が出たらなんかワンチャン買ってもいいかなとは思ってるんですよね。iPad mini が一番使い勝手が今、現状、まあその mini しか使ってないからあれですけど、マジでこの iPad mini 使いやすくてね、快適すぎるんで、はい。という意味でもね、まあまあまあ、いずれまた出たら買いたいなと思うツアーの話は全く関係なく、気がついたら勝てましたっていう話でしたけども、まあそうですね。でもアップローチも欲しいし、
で、なんてだってかパソコンも買い直したいしね、このパソコンも、まあまあまあ、現状別に、特に問題なく動画とか撮れてるから、全然いいんですけど、やっぱね、パソコンゲームを やるとなると、ちょっとね、さすがに重いんですよね。カクつくし、で、パソコンゲームをやりながら録画できない、録画したらめっちゃ重くなりますし、で、パソコンゲームを配信しながら録画なんてしたらもう終わりなんで、まあ関係なくね、このスマホゲームでも、スマホゲームを、配信しながら録画したらもう確実に重くなるんで、それがやりたいな。配信とかをしながら録画ができるっていう、2個同時にグオーンって動かしても特に問題なく動けるようなスペックのパソコンを買いたいんで、それってどうなるな。ネットで買った方がいいのか、それともそういうね、ショップ、ガレリアとかね、ガレリア買おうかなと思うんですけど、まあその辺のなんかそういう、実際の店舗に行って、まあ、聞いてみて、まあ、買うのはネットで買うとしても一旦店舗で聞いてみて、こういうセットがいい、こういう組み合わせでこうこうこうで、これが容量があればこうですみたいな話もちょっと聞きに行こうかなと思って、どうなるかなと思ってネットでいろいろ調べても自分で見てもようわからないんで、やったらこれぐらいのことをしたいから、これぐらいのことをするのであればこれぐらいの性能だったらいいよみたいな、まあまあまあね、値段的には20万ちょっと25万未満ぐらいで作れたらいいねぐらいの感覚ではいるので、まあそういったところでね、まあ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 相談しに行くって意味では、まあまあそういう専門、そうなん、そのガレリアとか売ってるドスバラガレリア、ちょっと名前が分からんけど、それのショップに行くっていうのがありなのかなと昨日の夜は思ってました。はい、昨日の夜はちょっといろいろ動画とか作りながら、そのパソコンとか調べながらどうなるなっていうことだけを考えてました。うん、それですね。今年はとにかくパソコンを買うとか、まあそういったものを買いたいよねって思いますね。一新したいなと。もっと快適にしたいなというところと、まああとはまあやっぱり結構大きいこととしては、一人暮らしかな。そろそろね。はい。やっぱり一人暮らし、子供部屋おじさんはダメなんでね。ね。子供部屋おじさんはダメだから、まあそれもちょっと目標にしておこうかなと思います。まあ別に近所に住むとは思うんですけども、まあでも、一人であればね、もうとにかく時間も関係ないですし、時間も気にせず動画撮れますし、生放送もできますし、まあまあ、たださすがにその、声がね、あんま声出しすぎたら怒られるかもしれないけども、まあ最低限のぐらいの声出しであれば、まあ問題ないと思いますので、まあまあ、自由に気軽なく動画を撮ったり、生放送をしたりできるっていう意味では、やっぱり一人暮らしは大きいかなと。現状ね、やっぱりなかなかそういったところは難しいのかなと。ちょっと気遣いながら喋ったり、なんかちょっと物音、ね、聞こえたりしたらちょっと止めようかなっていうことと、あと急になんか声入ったらあかんなというところもあるので、まあそういったところをね、まあまあまあ今年はその辺を考えて動いていこうかなと思います。はい。まあ、動画としては変わらずゴルフをやりつつ、まあ、ルーシーが来るまでゴルフをやりつつ、まあまあ、それこそパソコン変えたりとか言ったかタイミングで、でもいいですし、まあ、それ、タイミングじゃなくてもいいんですけども、やっぱり、まあまあ、このチャンネル、まあね、ちょっと前の動画で言いましたけども、まあ、目標としては、チャンネルの目標としては登録者をとにかく増やす。今年は、もうここ数年、5、6年ぐらい、のらりくらりでやってたんで、もうね、とにかくのらりくらり。やってたところがあるからこそ、今年はちゃんとチャンネル登録を増やそうとする努力をしようと思ってます。はい。まあ、現状、その場しのぎになってますけども、まあまあ、とりあえず今考えてる最中、話をまとめてる最中になっているので、まあそれをね、いろいろまとめながら、とにかく登録者を増やすと。のらりくらりすぎて、全然増えてないので、ね。去年も結局何人かな、もう全然増えてない。100人増えてるか増えてないかぐらいなんで、さすがにそれではいけないと。はい。いつになったら1000人台を越すんだと。早う2000人行けと。はい。まず1万人を早う行こうじゃないかってところでね。まあそういったところでやっていきたいと思いますので、よかったらご協力、チャンネル登録のご協力よろしくお願いしますというね。雑談だけで9分ぐらい撮りましたので終わりたいと思います。ありがとうございました。